皆様こんばんはショッピングナビゲーターの大竹まどかです <laughs> ちょっと大げさにやってますよ <laughs> やってますけれどどうしてもこうなりがちで特に疲れてきたりすると、はい、こうなりがちなところが、ね、ちょっと立ち姿大げさじゃなく普通に立ちます本当にこれ普通ですやらせはもちろん全くありませんいつもよりすっきりこう、はい とした時に、はい、なんか真ん中に力が入る気がしまんそうなんですえ<っ>、導いてもらって、あと前からだけじゃなくて、後ろからの時に結構しっかりと、はい、普段大げさにやると、こういう感じ、<laughs> なんかどうしてもなっていってしまって、<laughs> 私はいつも、えー、靴のかかと、ヒールとかだとかかとが外側から削れていく方なんですけど、はい、そんなに無理をせずに、き然、はい、にまっすぐですね。ねはい これは本当に履くだけけですって、はい、歩き続けるというもうね全部が全部くっつくとは言いませんよでも普通に立っているだけ本当に今普通に立ってますけれど自然といつもよりもこの辺りに力が入っているのが、はい、力が何て言うんですか伝わってきているのが分かる、はい、これが内転筋こういくのかこういいののかかこ、はい、それをそ無理せずね無理やりギュッて締めるんじゃなくて無理やりギュッて締めるんじゃなくて。ね無理やり